菊川市立六号小学校は、静岡県菊川市にある公立小学校。六号小学校は、1911年に六号尋常小学校として、現在地に設立された。元をたどれば、1873年に設立された、半税学校と上尾学校の二校をルーツとしており、この二校が、幾多の統廃合を経て一つに統合、解消されたものである。 所在地は、菊川市の旧菊川町中心部南東側に位置しており、菊川文化会館アイルが隣接しているほか、比較的市近に一級河川である菊川が流れ、東名高速道路の菊川インターチェンジが所在している。校区は、旧菊川町中心部を堀之内小学校校区と二分した区域に、旧菊川町南東部の郊外地域を加えた区域を占めており、 1970年代までは農村地域の小規模校に過ぎなかったが、1980年代になり、三原市大、中島、県営青葉大団地などの新興住宅地が、菊川佐賀の丘陵地に次々と開発されたことで、児童数が急増。最盛期には850人を超える児童数を数えた年もあったが、近年では少子化により最盛期と比べて、 半減に近いくらいまで児童数が減少している。中島地区に中央小学校を新設の上、本校から分離させる計画もあったが、計画は白紙化されている。外枠は茶の花に三匹のホタル、内枠の中のつぶつぶは雪で、定節の光を表す。三角形は剣、内枠は鏡を表し、三種の神器に由来する。鏡に六つある日だが、 6つの里を表していると言われている。1916年に制定。昭和40年度に効果制定委員会が設置され、1966年3月16日に効果発表会を開催、制定された。全部で3番まであり、各番中2箇所に、歌詞には一度しか書かれていない語句を二度繰り返す箇所があるのが特徴。また、 1>, 1番から3番まで一度も学校名が登場しないが、3番の最後に別旋律の1、フレーズが加えられており、その最後で学校名が登場する。ありがとうございます。